エルネスト・ボーエルネスト・ボーは、フランスの調香師である。1921年に、シャネルから発売され、現在まで発売され続ける香水、シャネルナンバー5の調香師としてその名を知られている。1881年、ロシアモスクワにて、フランス人調香師エドアール・ボーの子として生まれる。当時のロシアは、ブルボン朝の影響の下、フランス文化が定着しており、 フランスとロシアとの合同資本により設立された、ロシア最大の科学企業、化粧品製造企業、アルフォン・ラレー社に、石鹸研究室の助手として入社する。その後同社の研究所で、長考の修練を重ねる。一時徴兵により、1900年に、ロシアを離れ、古国フランスで2年間の兵役に就くも、1902年には、アルフォン・ラレー社へ戻り、 将校の腕を買われて、香水の開発に携わることになるとともに、1912年には、最初の香水として、1812年の、ナポレオンによる、ロシア遠征における、ボロジノの戦いから100周年を記念して、ブーケド・ナポレオンを発売。さらに、同年当時のロマノフ長、誕生300年を記念して作られた、ブーケド・キャサリンをそれぞれアルフォンナレーシャより発売する。 同年第一次世界大戦の勃発に伴い、某は再び、ロシアを離れ、故国フランスに従軍し、北欧に駐屯する。ここでの駐屯は、様々な植物、花がもたらす幻想的な香り、そして、アルフォンラレー社で得,得したアルデヒドの開発で、某の調光技術に大きな影響を与えることになる。第一次世界大戦後、 アルフォン・ナレーシャは1917年にロシア革命の勃発により解体され残っていたフランス人従業員はフランスに帰国し1919 19年にラ・ボッカに研究所を設立する。ボーもフランスに帰国後、この研究所にて職を得るとともにアルデヒドの実験を再開する。そしてこの過程の中でアルデヒドをもとに 長期的に持続する香りを1919 19年から1920年にかけて開発する。この二つのフレグランスが、後の、シャネルナンバー5と、シャネルナンバー22の原型となる。1914年に、パリに店を開いたここシャネルは、オートクチュールで香水を販売するアイデアを思いつく。これまでとは違う単一型の香りではなく、新たなる。 フレグランスの販売を望んでいたシャネルは、当時、シャネルの恋人であった、ロシア人貴族、ドミトリー・パブロビッチ大公により、某を紹介されることになる。某はこれまでに作り上げた、創作品のうち、N1 から N15、N20 から N24 の番号が振られた10本の瓶を、試作品として、シャネルの元に届けた。シャネルはその中から5番目の香りを選ぶ。 シャネルはそれを選んだ理由として、その年の5月5日に、自身5度目のコレクションが行われることや、5という数字は私にとって、幸運をもたらすような気がするから、この香水を、シャネル N5 と名付けたい。と言った。こうして現在まで発売され続ける、シャネル N5 は誕生する。発売された当初は、知名度こそ低かったものの、後に、シャネルの知人で、 香水販売会社を設立する、ユダヤ人実業家、ポール・ベルテメールとピエール・ベルテメールによる、ベルテメール兄弟の手を通じ、シャネルが名義料を受け取る方式で販売され、現在まで発売され続ける香水としてその名を、知られるようになる。翌1922年には、シャネル N20 にも発売され、さらなる評判を呼ぶことになる。その後も1925年には、 同じくシャネルから発売されたガーデニアや1929年にはシャネルと全室のウェルテメール兄弟により設立されたシャネル・ブルジョアから発売されたソアール、パリなどのフレグランスを開発し評判を呼んだ1961年6月9日パリのアパートメントで死去ありがとうございます